はい、皆さんこんばんは、ナイルブラボーです。ラボとリミコーポレーションアブノーマリティの実況プレイの続きやっていきたいと思います。さあ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 、早速新しい情報提示いたします。提示ごめん、ちょっと持った。変更点やねんけど、まずロム勢と後方で組おじさんの位置を入れ替えました。理由はロム勢はもう結構育ったから一旦ちょっと待機してもらって、コントロールチームのメンバーをちょっと育成したいから、順番にまずは後方で組おじさんの正義を火の鳥使って上げていきます。だから衣装も当然入れ替えてるよ。ほんでもう一個新キャラ、唐揚げ、おいで唐揚げ、私の大好物唐揚げ、贅沢するならやっぱ唐揚げっしょ。というわけで唐揚げを追加してる。で、今までこのロブポイント LOB ポイントがむちゃくちゃ余ってたから、唐揚げはオールステータス、正義以外のステータスを4にしてどんな問題も対処できるようにしてる。あのアブノーマリティも1体増えたからね。なんでいきましょうかね。で、18 GO。こいつ何、ちょっと可愛いスライム、赤いスライムや。女の子なんかな、私と同じじゃない。まずは愛着を持って唐揚げ行ってらっしゃい行くのよ唐揚げ、スライムに愛を示すのよ。さあ、うえ、ブラック10、ブラックは 0.8% にしても、待って、めっちゃ多い。これ今まででいっちゃ長くないか。あー、いや、これ持たんのちゃうかな、大丈夫かな唐揚げ。あー、これ持たへんかもしれん。そう、成功すればダメージ受けへんのよ。だから成功してちょうだい唐揚げ、成功してちょうだい。あげられるなよお前スライムに。あんたは餌じゃないって教えるのよ、あんたは仲間なのよ。唐揚げお願い、死なないで。あ、ちなみに今これプチャプチャ言ってんのは私の口じゃないからね。このアブノーマリティが出してる音やからね。この咀嚼音みたいなのやめてほしいな。唐揚げ、お前らあんたならできるわ唐揚げ。22ポイント23、ゲ、なんかされた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 。こいつもあれか、こいつもレティシアみたいな感じでなんか規制させて、え、待って、今なんかされたな、なんかされたな。いやー怖いわー、これ大丈夫なんかな。30、これは今までの日じゃないな。あー、なんか待って、伝染してるね。これは大丈夫なんでしょうか。管理方法から見ましょう。作業結果が普通の場合もしくは悪い場合、クリフォトカウンター減少。なるほど、ってことはこれはむやみやたらには触れないわね。ほんで、D03109 は抑圧以外の作業を初めて行った職員に粘液の塊を与えた。あ、くっついたやつね。妖精 D はの精神力を回復させて、作業効率を上昇させた。ほう、ってことは粘液がくっついてると精神力が回復して作業効率が上がると。まあ今のところは得だね。D013091 が抑圧作業を完了させるとクリフォトカウント減少。ってことは抑圧させちゃダメ、抑圧の作業はさせちゃダメと。あ、ほんで、D と同じ区域にいる職員は低確率で粘液が、汚染されると。粘液に汚染された職員は頬に粘液の音を確認することができる。 D03D と接触した職員は低確率で粘液に汚染される。つまりこの、あー、すごい顔真っ赤になってるけど大丈夫なんですかあなた。これは汚染されてるのよねおそらく。あー、なんかがくっついてる。
ちょっと待って、これじゃあさ、なにこれ、やば、やばすぎでは。調査しましょう、調査しましょう。今の原因が同じ区域内にいることが原因なのであれば、まずは、愛着唐揚げにさせた後、残りの職員は一回避難させましょう。隔離して大丈夫なんやったらまだ可能性はある。さて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 、とりあえず、おうこパッパーに作業をしてもらって、感染度合いをちょっと確認しましょう。ここの横に2人職員おるけど、こっちに感染し始めたら部門は関係ないんや。え、待って、あ、びっくりした。あんたか、オルコパッパ暴走したんかと思った。これはやっぱりこの同じ空間におったらやばいってことなんやな。了解。同じ空間の中にいなければおそらくは大丈夫なはずと踏んで、他の職員はちょっと作業に勤しんでもらいましょうか。あらー、脱走しちゃったわ。当然私のパッパも死んだわ。これはまずいかもしんない。これはまずい。いきなりめちゃくちゃレベルの高いアブノーマリティが来たわ。どうしましょう、どうしましょう。とりあえず放置2人目の放置のアブノーマリティか。でもこれクリフォト暴走が来た時、どの道触らんとまずいんやけどな。どうしよっかな。まあまあまあ、でも言ってもしょうがないから、とりあえず作業させましょう。よし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 、お祈り続けて、早すぎ時間。やっとようやく、まず死んだ蝶の葬儀がある程度作業済んだ。私ブラボーなら、アブノーマリティの条件を十分満たしてるから、クリフォトカウンターを下げることなく作業ができます。ほんでよ、こいつ意外にも抑圧の作業をさせることができるのが分かったから、こいつでも抑圧のな、ステータスを上げることができんねんけど、条件がめんどくさいからあんまりステータス上げるのには向かんわな。ただ銃がまず、武器がかっこいいっていうのと、このイージーギフトが結構いい。全部のステータスがプラス1される。これは結構よかろうか。いいんじゃないでしょうか。ほんでよ、問題はこっちよ。もうこの2匹今ノータッチの状態やからな。どうしましょう。さあ、あ、いいねいいねいいね。みんな大体ステータス上がってきて、だいぶ育ってきてますね。素晴らしい。ただなー、アブノーマリティの管理ができてないから2匹、これはほんまになんとかせなあかん。あ、また四角に戻った。 O0981 満足は一時的なものだろうに。 T0986 時間が来ると高らかな警笛とともに列車が通過します。 O0995この腕は欲深いものを許さないので、堅実なものだけは着用しなければならない。こいつなんか前おったよな、確か。じゃあ見たことないからこっちにしようか。ん、昔々会社を守るために作られた素晴らしい AI がありました。その AI はあまりにも優秀だったため多くの人から恐れられました。その AI の周りにいた人たちは一人二人と去っていきました。しかしある日、AI を恐れていた人たちの中の人が、AI の目をかいくぐって会社の中に忍び込み、捏造された噂を広めていったのです。優しい AI は待ってあげました。彼もかつては大切な友人だったからです。でももう限界でした。会社を守るために作られた AI はこれ以上何もしないわけにはいかなかったのです。なので仕方のない選択をしました。それからは二度と彼と会えなくなりました。これが AI のできる最善なのです。感情に動かされたらそれはもう機械ではありません。すでにあまりにも多くを失った今では、些細なことなど気にしないと決めたのです。じゃあ今度は精神回復させましょう。さて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 、デイ19まで行ったんやけど、もしか
もしかしたら、もし管理できひん、あいつが管理できひんかったら、最悪の手段はチェックポイントまで戻らなあかん羽目になる。だからこれ今デイ19やけど、3日分、デイ16に戻るから3日分の出来事をなかったことにして、アブノーマリティを選択し直すっていう手もあるから、まあ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 、まだちょっと様子見しましょう。最悪な、最悪戻れるから。まあでも一応な、ロボトミーコーポレーションはこれでもし、ゲーム終了して1からやり直しても、ここの、ゲットした EGO とか、今さ、その精神とか体力とか回復しやすくなってるやんか、その設定は受け継がれるから、別に何度でもやり直してもむしろ強くてニューゲームできるから、そんなに悲観することはないのよ。ちゃんとクリアしたいからね、私も。だからまあまあ、リスナー見てくれてる視聴者の方は安心して見ていただけると幸いです。テンポが悪なるぐらいやったら一回ゼロからリスタートしてもう一回やるのは、私は全然やるんで、いくらでもやるんで、リスナー優先でそれはやっていきたいと思うんで、よかったらまたね、見に来てくれると嬉しいです。というわけで今回はここまで。次回ちゃんとセーブできるようになるといいな。それでは皆さん、制御できることを祈って19日目でお会いしましょう。